エンリケベルノルディは、ブラジル出身のレーシングドライバー。1987年、9歳の時からカートを始め、この年に、地元クリチバのカート選手権を制したのを手始めに、その後は、サンパウロ州選手権、ブラジル国内選手権に参戦し、計5つのタイトルを獲得した。1995年、四輪レースに挑むため17歳の時に、ヨーロッパへ渡り、 イタリアのフォーミュラアルファボクサー選手権に出場、初出場ながらシリーズ4位を得た。翌1996年、フォーミュラルノーのイギリス選手権とヨーロッパ選手権に出場すると、初年度から目覚ましい活躍を見せ、両選手権ともにチャンピオンとなった。1997年はイギリス F3 にステップアップし、9月に開催されたスパフランコルシャンのレースでは、 初優勝を挙げ、シーズンを1勝、ランキング5位で終え、マカオグランプリでも3位表彰台を得た。翌年は、年間6勝を挙げ、イギリス選手権年間ランキング2位、マルボロマスターズ F3 で2位、マカオグランプリも昨年に続き3位と上々の成績で F3 を終える。1999年、国際 F3000 にステップアップし、レッドブルジュニアチームから参戦。 同時に、当時レッドブルを有力なスポンサーとして抱えていた F1 のザウバーチームでテストドライバーを務めた。翌年まで国際 F3000 に参戦しつつ、ザウバーのテストドライバーを兼務した。2000年の年末になると、レッドブルによって F1 へのステップアップを促され、ザウバーのレギュラードライバーとして推薦されたが、君来エ年の才能に目をつけたザウバーチームのオーナー。 ベーター・ザ・ウバーによって、この提案が拒否されたことで、結果として、レッドブルからの援助を持参金とする形で、アローズから参戦することとなった。2001年アローズの戦闘力は十分なものには、ほど遠かったが、チームメイトで評価も高いヨス・フェルス・タッペンを時に、上回って見せるなどしたことで、まずまずの評価を得た。モナコ GP の事件この年の第7戦モナコ GP で、 この年、ミハイル・シューマッハとタイトルを争い、前線オーストリア GP 終了時点で、ポイントリーダーのミハイルから4点差のランキング2位につけていたデビット・クルサードを、レース周回数の半分以上にわたって抑え続けた、ことで、レース後にクルサードから避難され、不本意な悪名を追ってしまう。このレースで、ポールポジションについたクルサードは、エンジンストールにより、最後尾からのスタートとなり、 そのため、ベルノルディは、同一周回のクルサードに対してブロックしていただけで、あり、何来非難される理由はなかった。前走者を抜きにくいことで知られる、このコースで最後尾となった時点で、クルサードのレースはすでに絶望的であったが、それに加えて、ベルノルディのペースに付き合わされたことで周回遅れとなり、クルサードがこのレースを完全に失ったこともまた、事実である。本来は、 真摯で温厚な人柄が知られるクルサードだが、この一件では怒り浸透に発し、ベルノルディをようやく抜き去り自由に走れるようになると、すでにレースの奇数が見えた68周目にこのレースのファステストラップを鬱憤を晴らすかのごとく叩き出している。この一件について、ベルノルディに火がないことは言うまでもないが、結果的にこのレースがこの年のタイトル争いに、 小ささからぬ影響を与えたこともまた事実である。クルサードはベルノルディを抜いた後に何とか5位に入賞し2ポイントを獲得したが、ミハイル・シューマッハはこのレースで優勝したため、点差は一挙に8点上積みされ12点となり、結果としてその後のタイトル争いの流れはシューマッハに大きく傾くこととなったのである。レース後の反応として、 イギリスの ITV が行ったアンケートによると、ベルノルギの行為は正当だったとする回答が、実に93%という数字を出しており、視聴者からは、クルサードの批判は、筋が通っていないと受け止められていた。また、クルサードが所属していた、マクラーレンのチーム監督であるロンデニス、マクラーレンにエンジンを供給していた、メルセデスベンツの責任者であるノルベルとハウグは、レース後、 ベルノルディに対して非公式な抗議を行ったが、そのデニスすらも公には、ベルノルディを抜けなかったクルサードについて擁護せず、批判した。2002年この年もアローズから参戦した。しかしながら、フェルスタッペンに代わって、チームメイトとなった、ハインツ・ハラルド・フレンツェンには、歯が立たず、印象的な走りを見せることもなかった。さらに、チームの経営状態が悪化し、 第11戦フランス GP では、チームの指示により、フレンツェントもども恋の予選普通化を強いられるなど、苦渋をなめ、第12戦ドイツ GP を最後に、アローズが撤退したことで、F1 のシートを喪失した。2003年と2004年は、ワールドシリーズバイ日産に参戦し、それぞれ年間ランキング6位、3位を記録。同時に、2004年から2005年にかけて、 F1 の BAR チームで臨時のテストドライバーをたびたび務めた。2006年はカートのテスト参加とアルゼンチンのツーリングカーレースであるブエノスアイレス200キロレースにホンダワークスチームから参戦した程度で目立った活動はなかったが2007年からは母国ブラジルへと戻りブラジル国内のストックカー選手権にフル参戦した。2008年は コンクエストレーシングより、インディカーシリーズに参戦を果たすものの、インフィニオンで追った親指の怪我のため最後の2戦を、欠場。2009年は再びヨーロッパに、主戦場を移し、フラメンゴから、スーパーリーグフォーミュラに参戦する傍ら、サンガリチームブラジルのコルベット Z06 を買って、FIAGT 選手権にも参戦した。イギリスフォーミュラ3選手権国際 F3000 選手権。 F1 ワールドシリーズ by 日産 FIA GT 選手権 FIA GT1 世界選手権ありがとうございます。